いぞお疲れ様です。ね、もうサムネか何か載っておりますが、最初の動画でもね、載せてると思うんですけども、まあ私ね、ベージュの、レッドウィングさんの、PT91 とか PT83 とか、そういったものをですね、まあベージュがまあ基本的には多いんですよ。うん、ベージュ大好きなんすよ。うん、とにかくスエードがね、スエードが大好きでね。で、まあその中でもまあこれは紹介してなかったのかなということで、 PT83 の確かね、 PT83 のエンジニアブーツのまあもうとにかくもうバイカー野郎のやっぱりね、そういったことでね、まあ、いろんなねブーツを使ってるメーカーもあるんですよ。うん、で、2268モデルは、なんですけどもね、まあ、90年代だと思うんですよ。まあもう変えてるんですよ、製造がね。うん、ちょっと取り出していってみますね。うん、こちらにあるんですけども、よっしゃー。いいっすね、エンジニアブーツね。まあね、まあエンジニアブーツは私もこれ話長くなっていくんですけども、友達に貸したりとか、昔ね、学生の時、エンジニアブーツは履いてほしい、履いてちょっとボロボロまで使ってほしいとか、そういったこともやったこともございますし、兄弟の会いながらね、兄弟でもちょっとブーツ、おい日の丸、ちょっとブーツ貸せブーツ貸してくれで、そういったことでお渡ししたこともございます。で、帰ってくる頃にはもうボロボロとねもうこれ返すよということでね、そういったこともあります。で、それ以外にも、バイク乗りのための、エンジニアブーツと、普段街中で使いたいというエンジニアブーツ、2つ分けて使ってた時もございます。ですが、やっぱりバイカー野郎としてはそんなもの一切関係ないでしょう。もう単車も乗りつつも街中でも歩いていく、そういった意味合いでもね、やっぱりアメカジ好きといたしましては、もう毎日のように1年365日毎日履いてますせと言われるぐらいのね、そういった意気込みの感じる、やっぱりアメカジ野郎、バイカー野郎といたしましては、レッドウィングさんは本当に若かりし頃は本当に大好きでした。でそっから徐々にホワイトとかウエスコさんとかの行っていくんですよ、徐々にね。ああすげえブーツオーダーしてすげえなーとかね、一通りまあやった一通り行ったんですけども、やっぱり帰ってくるとこはレッドウィングに結局帰ってくるわけなんですよ。まあ理由はね、いろいろあるんですよ。もうウエスコさん重たすぎるんで、街中歩くのもちょっとね、あまりに重たくて、だから本当に単車の利用なので、ウエスコさん ほぼね、まあ街中でそれウエスコ履いて、楽しんでる方もおられるんですけど、もともとバイク乗りのためのね、エンジニアブーツでもございます。そのためにカスタムするわけですから。ですが、話は変わりまして、レッドウィングさんの、まあ、エンジニアブーツはね、これまた不思議なことにね、また戻ってくるわけなんですよ。まあ写真とかそういったものもございましたが、レッドウィングさんでもね、写真と言われるような出てくるようなものもございますし、あとナイフポケット、
がついてたりとかね、うん、そういったものもありましたよね。かっこ、あの当時学生の時めちゃめちゃ面白かったよ。それでナイフポケットがついてるかついてないかでね、そういった話だけでね盛り上がったんですよ。でもみんなぐしゃぐしゃ、もうソールなんて、もうこのここ、この裏のソールなんてね、もうほぼないんですよ。うん。ねえ。で、これでね、補強してあげる。うん。まあ、鉄のかかともありましたよね。懐かしいなぁ、そういう思いが。あ、ホーキンス履いてる人もいてたなぁ。懐かしいなぁ。シペアとかね。いろんなやつおったなぁ、そう思えばね。どん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 記憶が戻ってくるわけなんですけども、まあ、一番無難なんは無難な色はブラックです。一番ブラックが一番使いやすいです。うん、で一通りやっていくとこうやってベージュとかね、うん、これも PT83 なんですけども、ベージュとかに行くわけなんですよ。で、ビームス別注の黒だ、ブラックのスエードだったり、あとなんかありましたよね、グレーだったかな、うん、ありましたし、あとは何周年の緑色のエンジニアブーツとかもありましたし、あとホワイトのね、真っ白のエンジニアブーツ、レッドウィングさんでね、うん、そういったものもありましたよね。まあ、思いは懐かしいですよね、本当にね。で今回は一応着用は先に載せておきますが、今レッドウィングさんどうなんですかね、あんまりお店に伺うことはないんですけども、昔は別にどこにでも置いてたようなものもありましたし、あとはとにかくヴィンテージ類、うん、それが好きだったかな、うん、アイリッシュセッターとかね、あの半円形イヌタクとか刺繍イヌタクとかね、そういったものを別に履かずにも使わずにもちょっとコレクションとして買って帰れるような、その当時はそういった値段だったと思うわけな、まあその当時でも高かったかな、その当時でも、うん、でもそういったなんだかんだで買ってた、うん、でも今回テーマエンジニアブーツですので、まあアイリッシュセッターとそういうの置いといて、やっぱりね男はね、バイカー野郎はね、チェンジでボッコボコになってね鉄が見えるぐらいまでね使うでしょ、うん、かかとなんてもうかかと結構気にする方おられるんですけども、こんなも履き潰したら全部取れちゃうぐらいまでね使ったったらいいんですよ、うん、ただあの単車乗りでも今私まあショートパンツ履いてるんですけども、これちょっとお聞きしたいんですけども、単車乗ってショートパンツで事故った場合保険降りないですよね。ねえ、なんだかんだケチつけてくるでしょ。サンダルも確かあかんかった。うん。サンダルもあかん。うん、あれも多分事故った時に多分保険降りないと思います。うん、あ、車もそうでしょ。もうそうはなってきたらちょっと話長くなりますね。ごめんなさいね。まあそういったことで、まあそういったコメントで押していただきましたら、またコメントくださいね。今回短い動画として終わりたいと思っておりますので、またね引き続きね応援の方とね、あのコメントもいろいろと受け付けておりますので、だからその動画内でも別に関係のないコメント書いても構わないですよ。うん、それも全然拾って、あの何かしら動画をねそれね引っ張ってこれたらまた動画をアップロードいたしますので、今回はまあ私物紹介にもなるんですけども、レッドウィングさんの PT83 の黒のエンジニアブーツを紹介することに至りました。それではね、暑い中本当汗だくになるんでね気をつけてくださいね。先ほども YouTube 撮影行ったんですよ。足元だけ動画撮るときにね、汗ボトボトなりましたし、携帯電話もう一発アウト、うんね、それでは失礼いたします。ありがとうございました。ありがとう。